フェラーリ 288GTO フェラーリ 288GTO エボルツィーネフェラーリ 288GTO エボルツィーネはイタリアの自動車メーカーのフェラーリが1986年に製造したリアミッドシップエンジン後輪駆動の試作型スポーツカーである1984年にデビューした 288GTO をベースに製作された コンペティションモデル。実質は、後継者の F40 のプロトタイプである。288GTO は競技参加を前提として、当時の競技車両規定、グループ B のホモロゲーションに沿って製作されたマシンで、あったが、コトレースにおいてはフェラーリに追随しようというメーカーが現れず、さらには1986年の WRC での、 死亡事故多発による1987年以降のグループ B 車両でのラリー競技中止もあり、戦う場を失ってしまっていた。こうした逆風とも言える状況の中、フェラーリは 288GTO をさらに中運にしたエボリューツヨーネを水面下で製作し、コンペティションマシンとしての可能性を探った。 実戦に出場することはなかったが、各地のサーキットで走行テストを繰り返す中で得られた、エンジンやメカニズムに関するノウハウやデータは、事実上の後継者である F40 の開発に役立てられた。パワーユニットは、2855cc の V8DOHC に IHI 製のターボをツイン装着し、インタークーラーをダブルで装着するという基本構成は変えず、 ターボチャージャーを体系化するなどさらにチューンを施したもの。これをウェーバーのインジェクションシステムでマネジメントし、最大出力で 650PS、7800rpm、最大トルク 68.0kgfm、4800rpm を発生するまでに強化されていた。またボディの各寸法も見直しがかけられ、より幅広く、 より低い佇まいとなっている。ボディカウルは軽量なカーボン樹脂製のもの。前後のフェンダーはさらに大きく張り出されたものに変更されており、角度調整式の大型リアスポイラーが装着されている。4本に増やされたリアフェンダーの縦型ルーバー。これは GTO シリーズ共通のデザインモチーフであるや、 フロントカウルとリアカウルに新たに設けられた複数の中ダクト、プレクシグラス製のサイドドアおよびリアウィンドウ、3本口のエキゾーストエンドなど、後の F40 に受け継がれている処理が散見されている。総生産台数は 288GTO をベースに製作された1台を含めると6台。シャシーナンバーは、それぞれ5253、7167。 7205、79,887、79,888、79,889。このうち2台が F40 開発のためにフェラーリに残され、F40 がデビューした後1988年から1989年の間に残り4台が外部に放出された。そのうちの1台はアートスポーツの手により日本に上陸している。 ありがとうございます。